皆さんこんにちは、大和市民体育館前橋赤石です。今日は消化器官の働きを促進する体操をご紹介します。このお腹周り、胴体部分ですね、ここに刺激を与えていきます。この胴体部分は横に曲げる、それから前後に曲げる、前後ですね、前後に曲げる、そしてひねる、こういった動きがあります。まずは横に曲げる運動をしたいと思います。足を開いて背筋を伸ばします。手を横から上に上げて、このまま横に倒していきます。弾みをつけて2回、1、2、3、4、反対側も同じように5、6、7、8、一緒にやってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、次は前後に曲げる運動です。体を前に倒します。弾みをつけて3回倒したら、体を起こして手を腰に当てて後ろに曲げていきます。一緒にやってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。そして体をひねる運動です。両手を体に巻きつけるように4回ねじります。そして斜め上に2回大きくひねっていきます。一緒にやりましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。次はこの動きを全部入れた体を回す運動です。手を横から大きく上に回していきます。両手をしっかり伸ばして回します。はい、一緒にやってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、皆さんもうお分かりだと思います。そうです、ラジオ体操に入っている運動です。最後は深呼吸をします。両足を揃えて両手を上に上げながら大きく息を吸います。ゆっくり吐きながら手を下ろします。大きく息を吸って背伸びをするように、そして横から手を下ろします。息をゆっくり吐いていきます。はい、深呼吸は自律神経を整える効果があります。皆さんもぜひ日常にラジオ体操を取り入れてみてください。